はい、どうも、トワイスです。今回もバイオハザード RE4 やっていきたいと思います。そういえば前回頭に探索会を載せててチラッとだけ見せたと思うんですけど、マップのですね、養殖場の、このちっちゃいところ、ここに机があって、で、ここで小さな鍵を手に入れたので、まあ、こっちに鍵のかかったタンスがあるから、それを、開けようかな。もう一つ鍵のかかったタンスあったっけ？あれ違うかな？開けたんだっけ前回。あ、開けたんだな。あ、そうだ。探索会のマイク音声を消してしまったんであれなんですけど、養殖場で手に入れた鍵は、向こうの商人さんのところの鍵で使ったので、このタンスが今見つけてる鍵のかかったタンスの中では最後って感じですね。というわけで、今回はついに教会に入ってアッシュリーがいるのかな？助けたいと思いますよ。教会の円盤鍵だよね。あまりに複雑な機構すぎる。はあ、そんな感じなんだ。この手前部分には特に何があるではない。ちょっと待って。G ではないね。あー、これ多分あれだ。高いやつだ。はしご登った先のやつね。行くぞ。アシュリー・グラハム、助けに来た。今ちょっと我が名はアシタカのイメージが出ちゃった。はっ、サブマシンガンの弾か。詰めとくところがないですね。弾はあるに越したことはないのだが。これあれだな。キッチンナイフ使っていくか。ボルト作る予定が今のとこないんだけど。ガンパウダー通過。青いダイヤル。ここの謎解きもちょっと変わってきたって感じが。あ、そうだ。そういえば。エキスパンションは、上か？なんかこの辺にある感じするんですよね。上かな？この上かもしれん。あ、草だ。最近卵ばっかりで草が手に入ってなかったんで、ボルト？ボルトが拾える？ボルトかさばるんだよなぁ。最悪ボルトはちょっと捨てることも考えようか。あ、レバーか。内側には何もないね。あ、小さな鍵じゃん。どうしよう。今のうち開けてこようか。まあタイプライターがあるからアシュリー助け出したらまずそこでセーブするんだろうけど、まあちょっと気になるからね、どんな宝があるのかというわけなので。村のタンスは全部かな。イエローダイヤモンド、嬉しいね。こりゃイエローダイヤモンドも拾えるってことは、それで3つ揃えて高値のお宝を売るっていうのも夢じゃなくなってきますね。さて、入れないのね。ってことはまずレバーを開けるところから始めると。あ、レバーを開けるというか下げる。お？これから最初か。ここに青いダイヤルをはめまして。変わんねえ、懐かしい。あ、でもこれ、めちゃめちゃあれだわ。めちゃめちゃ細かく動かせるようになってる。でも大体変わらんのかな、これは。90度みたいな感じで。
どう合わせようかな。でも大体90度ずつ動かすっていうのであればあんま変わんない気がするんですよね。赤があと合えばいいんじゃない？そうでもない？あー、なんかちょうどいい形にならなそうだな。いいか、とりあえずここに合わせといて、ちょうど90度ぐらいずれてるね。思ったより時間かかりました。大きいところっていうか、影を90度回すっていうのにあんなにダイヤルを回さなきゃいけないとは思わなかった。いろいろあるが、なんかあれなんだよな、ちょっと物音みたいなのがするけど、それはアシュリーが起きてて、動いてる音なのかもねってちょっと思った。ガンパウダーと通過。まあ部屋に入る前にだ、いろいろ拾うものは拾っておきたいもんだから。ね、この辺じゃなかった？でもキーキー言ってはいないのよね。この辺にあるはずなんだよな。ないな、外か、もしかして。おっと、ガラケそんなもんが。上に行けるんだ。でしかも2人必要と。であればアシュリーだな。アシュリー、アシュリー・グラハムいるのか。落ち着け。俺はレオン、大統領の命で君を。泣けるぜ。一人じゃ危険だ。俺の言うことを聞いてくれ。何なのあれは。あそこ、彼らを追え。迷い子が逃げる。哀れな子らに救いよ。ここでチャプターエンドか。これだったら村の宝とか先に集めといた方が良かったかな。逆回りで村の集会場とかも全然回れるようになってたんですよね。行動制限とかあったらきちいな。なんてことを考えつつ、時間が半端なんでこのまま続けていきますね。念のためセーブはしない。セーブは分けてるけど。やめとく。どうしよう。君のお父さんに頼まれた。だから俺を信じてくれ。言うことを聞いてくれないか。必ず君を無事に返す。分かった。
かったわ、レオン。よし、まずはここ出ると。あのですね、まだシリーの部屋を調べてないんですね。あ、でも金網閉まってるから一応調べることはできるか。届かんか、これ。よし。戻ってよかった。そうだね。じゃあ改めて、そうだ、チャプターエンドの衝撃がすごすぎて全然気にできてなかったんですけど、あれですね、サドラー、あ、これ拾えないのか、これ。最悪、買ったばっかだったのに。ガラケーなのに買ったばっか。時代はあれかな、2000何年みたいな感じなの。あの橋も。わかった。ナイスアシュリー。ないみたい。なんか気になるもんでも。あ、そう、前回、ムービーの時にちょっと気にはなってたんですけど、サドラーの命令というか声みたいなのは虫を植え付けられたであろうレオンとアシュリーにも聞こえるっていうことなんですね。そこはなんか新しい要素でちょっとなるほどなって思った。はあ。ここも別に、依頼とかではないみたい。お、アクセサリー。あ、金のトークン。ん？もしかして宝ってそれ？あ、それなんだ。アシュリーそこで待ってるってことは脱出口は他にあるってことよね。あ、窓か。嘘でしょ？大丈夫だ、受け止める。信じろ、さあ。いるよな。まだアシュリーに指示を出すっていうコマンドが出てないから、できればこの上で待っててほしいんだけどな。さすがに出せねえかな、指示。指示出してな。まあ一旦降りるか。あ、受け止めるやらなきゃあれか。 HQ、 ターゲットを保護した。本当に彼女は無事なの？ああ。さすがね、コンドルは。すぐにヘリを向かわせる。そちらに回収地点の座標を送るから、彼女を連れて今すぐそこへ向かってくれる？了解。急いで、天気も崩れてきてるから。それじゃ。そっか、受け止めなければアシュリー降りてこないと思ったけど、普通にはしごから降りてくるのね。回収地点と。まあでも、助
宝の回収はしながらいけそうですね。というか新しい地点じゃん、地味。ん？農場の先でしょ？あー、やっぱそうだっていうのも変だけど、あれですね、あの入れなかった大きい館ですね。この先は危険だ、離れるなよ。ってことはあれだ、多分予想としてはあれがあのルイスと一緒に籠城するあそこになるわけだ。こんな棚みたいなのあったっけ。おっといるな。お、やっと出た。アシュリーへの指示、タイとルース。タイト状態のアシュリーはレオンの背後に、ぴったりついてくる。敵の間を走り抜けるのに有効。ルース状態でのアシュリーはレオンから離れ敵を避けようとするため攻撃を受けにくい。ああ、ここで待てじゃなくて、あの自動的に回避するような感じになるってことか。であればさ、やっぱアシュリーここに行ってくれ。片付けてくるわ。すぐ後ろにおるやん。行くか。来るぞ、後ろにいろ。なんなの、どうかしてるわあの人たち。対戦よろしくお願いします。ん、やべ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。アシュリーこっち来れる？厳しい？痛い。マジで？ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。いやー、むずいな。というかあれなんすよね、忘れてたんすよね、そらバレたらあれよね、教会の中から出てくるわよねっていう。アシュリー来れる？次はもうちょっと慎重に行くよ、僕は元来ギリ、ビビリでございますのでね。あー、全員ぶっ殺せるかな。全員やりてー、やりてー、全員やりてー。てかどんどん教会に入ってってる、もしかして。そうなるとここはわりかし無視していく方が賢明ではあるんだろうな、きっと。走るか、じゃあゲームがそう言ってくれてるんなら行くぞ。邪魔です。来るぞ、後ろにいろ。なんなの、どうかしてるわあの人たち。ア
本当だよな。どうも。はっ。アシュリーいる？大丈夫だね。じゃあ行くか。武器商人さん。追ってくるかな？え？バイバイしてくれるのかい？武器商人さん。え？あ、大丈夫なんだ見つかってないんだね。なんか新しいの入った？ロケラン TMP じゃん。トレードかな。はや、他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。ん？別に新しいのは入ってない気がする。救急スプレーがチャプター変わったから、変えるって感じなのかな。まあいっか、一旦セーブします。案外簡単に走り抜けられちゃったので。あれ、依頼だ。特殊な変異を起こした狂犬を始末してくれ。こいつは他の犬どもと比べて異様な姿をしている。一目見ればそれとわかるだろう。強固体の撃破、村長の家、スピネルが8個な。なるほどね。そんな特別個体と戦うなんていうのがあるのか。あんた闘争の匂いがするね。ねえ、ちょっと休憩しない？ダメだ、我慢してくれ。分かった。そればっかりはごめんって感じだな。とりあえずこれ取りに行きたいよな。それ取りに行くためには見つからずにそこまで行くか、中央広場のやつを全員やるかしかないんだけど、やっぱアシュリーがいるから厳しいよな戦うの。まあ頑張るけど。うん、声するし。ハニガンの予報が当たったな。こっち側は特になんでもないか。塔が倒れたことで村が分断されてるから、それがある意味いい方に行ったかなって感じなんだけど。ああ、そういえば一つ思い出しました。ボルトスロワって音出ないらしいんですよ。だから速やかに行けるんじゃね、これ。しまった。あ、なんかハイランクになってる。ちょっと待って。あ、違う違う。まさかボルトスロワーの音が出ない仕様っていうのがここで役に立ってくるとは思わなかったな。ガンパウダー12個溜まったが、ライフルをリロードすれば持てるかな。7発だから、これでクラフトすればいけるはずなんだよな。で、ガンパウダーも1個減ると。ボルトをここに入れておくか、なんか何回も入れ替えをしそうな気はするんだけど。あとはまあダメージは食らってないから本当にまさかこんなところでボルトスロワーが役に立つとは思わんかったな。ていうかボルト用マインも溜まってるから、
割ともう、なんか風邪ひきそう。ここにはいないか。あれ、爆弾撤去されてんな。なんかせこく行きたいか。こっから見えるやつをまず処理しちゃうというのもありっちゃありなんよな。多分ここだと車線通るよね、さすがに。車線通るしバレねえか、それはいいね。こっちの方にもいねえかな。いろんなとこから声だけはするから。あ、いるわ。いるけど通るかな、これ。通してくれるか、微妙。あ、おやすみなさい。当たった。くそ、外した。バレたか。あ、違う、覚醒したわ。なんか後ろから来てる気がするな。あ、いた。マジかよ。おやすみなさい。うんうん、やだね。こっからだと一方向からしか来ないから、ある意味ありかもしれないですね、ここで戦うの。残念。あ、久々だな、その携帯。村の探索が終わったら今回は終わりにしましょうか。ちょっとね、時間がかかりそうな気がする。もう見えないかな。あっちで覚醒してたやつもちょっと気になるというか、かなり気になるんだけど、なんか見えなくなっちゃったしな。あんなにうねうねいてたら目立つと思うんだけど、どこ行ったんだろう。なんかあんなとこに金があるな。あ、いるわ。あの状態で歩いてんのか。まあでもこっからそっちは行けないから、いねえかな。怖いな。はしごがあったりとかするし。うん、まずはここやるか。これはどうなんだろう、開けてもらえるだけなのかな。一応破壊しとくか。
あれはどっちにしろハンドガンで破壊しなきゃいけないしね。はい、じゃあこれで。うん。中から開けてくれ。いいよ。ありがとう。さすがだな。銀のトークンと、あ、でけえ宝箱だ。なんじゃこれ。あー、丸いくぼみのある腕はね、ありがてえ。他は？あ、樽。ハンドガンの弾にガンパウダー。ハンドガン使えってこったな。さて、ありとあらゆるところから声がするから怖いんだけど、牛だ。こっちから来たらバレないルートだったのかな。さて、向かうべきはこの向こうなので、まず今の段階であいつ倒しておきたいんだけど。この家の中にも多分いるんだよな。おやすみなさい。 OK。素材得るか。今ムービー入ったのかと思った。いきなり暗くなったから。上いるな。離れてろ。オッケー。うわ、あー、覚醒したかと思った。ライフル大活躍ですね。弾作っといて正解だったけど、ガンパウダー何個だっけ。10個か。微妙に足りん。あんまりこればっかに頼ってるわけにもいかんか。さて、向こうの金が気になるから、とりあえずそれ拾いに行くか。罠かな。ってわけではなさそう。あと村人の声がなくなりましたね。それはそれで妙だな。これやってたら勝手に回ってくるとか。アシュリーもある程度の高さを降りれるようになっちまったのか。なんかそれはそれでちょっと寂しい気もする。ガンパウダー作るか。弾がね、変な枯渇の仕方をしてるから。ここは特に何も。行こう。オッケー。声がするので、ちょっと帰り道になんかいそうではあるんですけど。帰り道って言ったのは、僕は教会のタイプライターでセーブをする。あ、ちょっと待って。この先の農場にタイプライターあるじゃん。何もなければですが。
では、ここでセーブして今回は終わりたいと思います。アシュリー入ってくれ。濡れんの嫌だろ。まあ、とりあえずここで終わりたいと思います。バレてないといいね。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。